こんばんは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトの特集サーバーザ・ハイブのトレジャーウォーズに大型アップデートがありました。前回はスカイウォーズのアップデートがありましたが、日本時間では11月6日にトレジャーウォーズが来ましたね。それではアップデート内容について紹介いたします。はい、まずは新たなアイテムコーラスフルーツが登場しました。ダイヤモンド5個でコーラスフルーツと交換ができ、それを食べると自分の島へ戻ることができます。これは結構便利なアイテムですね。しかし使った時にハート5個分も取られてしまい、ハート5以下の場合は半分取られるので、緊急回避の時に使うといいですね。1回につき2個しか在庫がないので、使いどころをちゃんと考えないといけませんね。続いて金のブーツで、なんと落下ダメージが完全になくなります。エメラルド3個で交換ができ、どんなに高いところから落ちてもノーダメージです。急に上から降ってきて奇襲がかけられますね。最後にハサミが登場し、金の延べ棒10個と交換ができます。今まで羊毛を早く回収することができませんでしたが、ハサミを使えば簡単に回収ができますね。やっとハサミが登場しました。続いて最大レベル100に達したプレイヤーに対してレベル1にリセットできるようになりました。その代わり特別な恩恵を与えられます。チャットで自分の横の名前に、ロビーでプレイヤーの頭の上に自分はすごいんだぞというアイコンの追加、あなたの維新レベルを表す特別なアイコンを持つハブのタイトルの追加、特別なアバターを入手、そして500のクエストポイントが手に入ります。それを繰り返しすることでどんどん追加されていきます。最大レベルに達してもこのようにレベルをリセットできるので、レベル上げの意味が出てきましたね。何度もやりたくなりますね。そしてトレジャーウォーズでは個人の連勝をカウントしていくようです。現在の連勝は全てのトレジャーウォーズロビーの統計ホログラムに表示されるようになります。ターゲティングを防ぐためにプレイヤーの連勝を公開したり、 API でデータを利用したりすることはできなくなっています。すべてのトレジャーウォーズモードでの勝利はあなたの個人的な連勝にカウントされます。最後に細かな修正で、自分の宝が壊れた時にチャットで誰が壊したかを教えてくれるようになり、ピンクスキンバグが発生する可能性が低減したようです。他にも新マップの追加など様々な修正がありました。皆さんもよかったら新たなトレジャーウォーズを楽しんでください。それでは良い一日を。